ウーリーさんの紙粘土作品持ってきました。これお気に入りでボルガライで、これは福井で有名水岡で、このシュールな感じが可愛いのでちょっと特注で作ってくれるのかなって言って、これ僕の似顔像かな、なんて言うんだろう、作ってくれました。ちゃんとイチゴジャムの瓶が乗ってパソコン触ってる感があって、この頭が斧でパーンと叩かれても気にしてないっていうで、頭からはイチゴジャムが流れ出すっていう作品です。これは販売用じゃないのでぜひじっくり手に取って鑑賞してください。でこの世界 VR でも見えるようになっていて、あのウーリーランドっていうデジタルな展示場を作ろうと思ってます。